ブラック企業は嫌ななら辞めればいいいんじゃないのっていうのは徐々に徐々に洗脳されてきてやめちゃダメだというふうに思わされると正常な判断とか論理的な思考能力を失っちゃいけないんだよいやでも俺はブラック企業でやめられないんだっていう人がいたらですねもしやめた場合の最悪の事態は何なのかって書いてみてください、まあ、人間関係が破壊されるこれまでの自分の努力がダメになる周りの人間何をやるかわからないでもそれらのことはやめて半年後にはかなりの確率 どうでもいいことになってるギギリギリさん、30代男性岡田さんが思うブラック企業とはどんな会社ですかまたそんな企業の見抜き方を教えてくださいまああの、まあ、ブラック企業に就職したくないんでしょうねもしくは自分がブラック企業にいるんじゃないかと疑いを持ってるのかもわかんないですよね。あの まあ、ジブリとかカラーとかプロダクション IG 僕は思うに確実にブラックだと思ってます。この3社はですねで。なんでかというと、ジブリは福利構成が最高なんですけども、宮崎駿の思いつきでですね、いきなり引退宣言して、で、いっぱいいた社員アニメーターが全員ディストラされるような会社ですから、まあ、とてもホワイトとは言えないだろうと。で、スタジオカラーは僕内情全然知らないんですけども、ドキュメンタリー見てる限り、安藤君のですね、わがままに振り回されると。で、その、 我ま <laughs> に振り回せるんですけど、その上にはもっと怖い奥様までいらっしゃるわけですよね。プロダクション IG は社長の石川さんが、まあ、ドエスで、社員を鍛えるためにきつい光って引き受けることがあると。 特にあの、押井守の企画を引き受けるときは、社員を鍛えるチャンスだと思って引き受けるそうですからですね。で、でも働きたい人が多いんですよ。なので、ブラック企業かどうかではなくて、ブラック企業には僕3種類あると思ってて、1つ目はですね、この今言ったアニメの三社みたいなもんですね、理想が高く評価も高いんですけども、残念ながら、なんかブラック企業、 スペックだけ見るとブラック企業に近いとこまあアニメ会社とか多いんですけど、あと二つ目のですね、これよくある、あの言われるパターン。経営陣が悪いやつで社員をこき使うと。安くこき使うと。これ悪いブラックですね。あの、良いブラック、悪いブラックっていうことなんですけど。でね、三番目がね、普通のブラックというかね、なぜかブラックなんですけど、一番多いと思うんですよ。誰も悪意がないのに、 お互いを遠慮して残業が多いっていう会社ですよね。つまり、なんかあの、一番多いタイプでですね、誰もそんなこと強制してないんだけども、なんか今早く、俺だけ仕事を早く帰ったら、なんか、格好悪いなとか、サボってるみたいに見られるなと思って、社員全員が、悪意のない社員全員が、足を引っ張り合ってブラックの沼に落ちているってですね、なぜかブラックですね。一番はまあまあいいでしょう。でも2、二は、 にも見抜けるんですよ。悪いブラックね。経営者が悪い。だから三はね、見抜きにくいので、自分の会社が三かもと思ったらですね、まあ、あの、自分だけはサボっても居心地が悪くならない方法を考えた方がいいですよね。もう基本的に忙しいふりをするとか、働いてるふりをするっていうのがおすすめだと思います。なぜ経営者というのは現場のブラックな事態を見過ごしたり、黙認したりするのでしょうか私は経営者になったことがないので分かりませんが、経営の経験がある岡田さんはどう思いますかと。あまあ似てるとは、 だけど、まあ違うかも、ね、あのこのこっちのですね、えー、現場のブラックな事態を見過ごしたり黙認したりするのはなぜでしょうかと経営者がこれに関しては、まあ、僕の方は自分自身が経営した立場から言うと仕事が面白ければ現場はブラックになっていくもんなんですけどね。で会社ってなんかどんな会社も大会社で最初からあるんではなくて一番最初ちっちゃいグループでやるわけですよ。でその時は、みんな面白いから。 当然そのなんだろうな。試験勉強やってる。最中の桃鉄とかと同じようなもんでですね。みんなあの徹夜でやったりするわけですね。で、その時のノリを大事にしてて、俺たちの会社っていうのはよ。その会社が9時5時でチンタラやってる時に残業とか日曜とかっていうのを忘れる。まあそんなこと言ってない。言ってられないぐらい。仕事に熱中した。だから俺たちの会社は面白かったんだと思ってた。メンバーが中核のまま。 その会社が大きくなると、当たり前ですけど、海洋堂のようなブラック企業になっていきますよね。で、それは、どっかの時点で、おそらく。 入ってきた生意気な若造が、ね「いやいやこういうのではいけないと思いますというふうに言ったり普通の会社になりましょうと言ったり我々も創業者の精神を忘れたわけではないんですけどいつまでも創業のメンバーの仲良しグループのやつらが会社の中心にやってるんだというようなことでだん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 あ,のあらゆる会社は正常になってきて同時にあらゆる会社は面白くなくなっていくわけですね。ブラックな事態を見過ごしたしたたり、りするといううのは何か あらゆる会社っていうのはもちろんブラックではいけないと思ってまっすぐに立ち直りし,しようとする例えば、えー、なんだろうな労働保険入れたりとかですね介護保険入れたり、えー、当たり前のことなんですけども、えー、残業しないように残業代出したりするとそれによって確かにうーん普通の会社になっていくんですね。で普通の会社にに、にななってていいくんででで、すけけど、それれは同時に従業員にしてみれば、できるだけ少ない手間で 多くのギャラを得て、同時に出世するっていう利益を得るようになっちゃってで会社の中でなんか従業員と経営者が対立関係になるっていうのが当たり前になってくるんですね。そういうふういふなことをややりたくて会社っていうふうに会社の人間としては思うのが当たり前です。でこういうふうにさせるのは誰かっていうと会社の経営者じゃなくて株主は会社の経営者となんだろう従業員とか対立してくれて。 でそいつらの間で争いがあった方が株主としては利益が最大化されるから、まあ、おめでたいんですけどもなんか俺そういう場所にですねその経済原則を持っていくと、まあ、こういうブラックな事態を見過ごしたり黙認したりするというのとあと給料の支払いをいろいろな理由を言って遅らせてくるというこれはまあ同じような問題だと同じような問題というか片一方明らかに見払いでこれこういうのをブラックというのであってですね現場のブラックな事態っていうのはただ単に。 なんか熱心な会社かもわかんないしまあ本当にダメな社長なのかもかんないとただ会社っていうのがまだ成立して働いてる限りにはそこには魅力があるんでしょうからブラックな事態っていうのはまああの部外者から見たらブラックなんだけど本人らにしてみればまだ面白いからブラックでもやっちゃってるそのノリについていけない人たちはうちの会社ブラックだねっていうふうに苦笑いするとでさらにそれを マジに捉えてしまう新入社員たちとか外注の人たちっていうのはあの会社はブラックだというふうに嫌な顔をするってなんかそういう何層かの構造に分かれてんじゃねえかなというふうにブラック企業に関しては思います。で、「こっっちののの、ね、会社の支払いいを色々な理由を言ってててらせてきます!」うのに関しては。<laughs> なんかね、あの、出版社とかアニメの会社であまりによく聞く話なのでですね、<laughs> 何か良い,い方法はないでしょうかと言ったら、その会社が儲けるしかないんだよな、と。給料の支払いってね、実は、経営者は最後の最後まで払おうとしているものの一つだから、それが遅れるっていうのは、かなりやばいことなので、さっさと辞めるしかないんですかねっていうよりは、あの、 やめる準備をするのがいいんじゃないかなと思います。あの、給料の支払いの遅れがあった場合は、その会社は立て直るかもわかんないんだけども、次になんかショックがあったら、やばいと正直思いますよ。資金がショートしたとか、そういうふうな理由で、んだやっぱ大企業がいい。うん、大企業が。 大企業は俺はおすすめしないんですけどねまあいいや、はいえ。ということであの、えー、給料の未払いとかがあった場合はその会社はそろそろ見直した方がいいと思うんでそれで自分はブラック企業でも働いてもいいと思うほどその仕事が面白いんであれば何で未払いになったのかっていうのを自分自身で調べてなんとかするっていう方法がまあ 個人としては納得できるんじゃないのかな。その方があの辞めた後、その会社が潰れた後でも潰しが効く人間になると思いますんで。東芝もシャープも今じゃ。 まあ、ね、東芝シャープの問題を出せるとなかなか辛いもんがあるよね大企業入れなかった俺に一言「ああおめでとうございます」えー「奴隷にならなくて済みましたね」「ようこそ貧乏な自由人 <laughs> 豊かな奴隷であるか貧乏な自由人であるか」っていうのはどっちがいいのかっていうとそれはもう嫁さんや子葉もはもう奴隷でもいいからちょっとでもいいよというふうに決まってますからですねそれは奴隷の方がいいでしょうしでもあの自由が好きな人はそれはもう多少金がもらえようがなんだろう社会的に優遇されようが。 がが自由のの方がいいと思うので,です、ね、その人とその人の家族とか関係の次第だと思うんですけども、えー、せっかく大企業に入れなかったんですからですね、まあ、せめて大企業に働いている人たちを奴隷と一方的に見下すことで、えー、留院を避けてはいかかがでしょうか <laughs> よくネットでですね、えー、暴論として言われる「ブラック企業は嫌ならやめ,なやめればいいんじゃないの?」っていうのにやっぱ僕もそこに入るんです。それは ブラック企業っていうのはそこに入社しちゃうと徐々に徐々に洗脳されてきてやめちゃダメだというふうに思わされると頑張らなきゃダメだと思わされるでその他の判断を奪われるとだからその会社にいるしかないんだだからやめれないんだっていうようなことをいろいろ言われるんですけどもそのですね あ、ホリエモンと同意見ってことなんそうですね。ホリエモンと僕は多分同意見だと思います。正常な判断力がなくなってしまうから仕方がないんだっていうふうなことを言い出したら、ですね、どんな仕事でもどんな環境でも言えることなんですね。ブラック企業問題で僕が唯一思うのは、だからこそ人間は正常な判断とか論理的な思考能力を失っちゃいけないんだよとしか言いようがないんですよ。 そんな状態になったらもちろん正常な判断はできなくなるのは分かりきったことで僕だって僕だってってこの中の例で出すのは変なんですけども中学校の時にですね友達と深夜話してるともう明日あたり大阪の市長を なんだろうナイフ持って刺しに行こうかとかですねあと今すぐ女の子を叩き起こして告白しようかとかですねそれが日本をよくしなければいけないから今すぐ誰でもいいから国会議員を1人刺しに行こうという話と今すぐ夜中に橋本さんをどんどんと起こして橋本さんに告白しに行こうという話がこう同列で出てくるんですけどもこれがこの正常な判断力を失っている状態。 っていうふうに僕はその、自分の中の原点として考えてるんですよ。で、その中にいるともう、それしか選択肢がないような気がするし。それは一夜明けてみたら、なんだろう、なんであの時って思うんですね。で、えー、ブラック企業に入ってる状態っていうのは、その一夜明けないわけですよね。毎日毎日が、一夜明けない状態であろうと。では、その中で、なんで。 僕らは中学校の時に、えー、国会議員を指しに行かなかったのか橋本さんを夜中叩き起こして告白しなかったのかっていうと冷静な判断というほどでもないんでしょうけどもそれを言っている自分が本当かどうかっていうのをだからブラック企業に入ってしまってそこしか選択肢がない。で それ以外あ、橋本さんでなんか誤解されるけど、橋本さんは僕の友達の中学の時の友達の須藤君がすごく好きだった女の子ですね。えー、橋本大阪市市長とは関係ないです。<laughs> 偶然名前が一致しちゃったんだけど。えー、で、あのブラック企業に入ってる人たちっていうのは冷静な判断力がなくなってるって言うんですけども、冷静な判断力がなくなるじ状態にどんな環境にあっても。 入らないようにとしか言いようがないです。それはどうすればいいの、どうすればいいのかないですよ。あの、こんな言い方なんですけども。まともな仕事をするしかないんじゃないのかなと僕は思います。ブラック企業って言われるところの大部分は。入るときに、得だと思うから。入るんですね。つまり、こんないい条件だ、こんな儲かる。 世間に比べて、こんないい話が実はあるんだ、世の中には秘密があるんだと思うからこそ。入るんですで。オウムみたいな、オウムと同じだなというふうにあるんですけど、オウムみたいな宗教団体も同じですよね。世間の奴らは知らないんだけども、世の中にはこんな秘密があるんだとか。ここに入っていれば、効率よく、その修行ができるというような、うまい話があるんですね。だから、ブラック企業に入ってしまった人というのは、まず第一段階、第一段階として、ブラック企業の。 看板にになってるってていいるううう、ね、ま話られ入ちゃ世の中をうまく渡り歩いていこうっていう気持ちがあるからだと思うんですよ。でそれ自体は否定しようがないんでと、ね、いうのは現在の社会がうまく動いてるというのは世の中の仕組みをうまく渡り歩いていこうという人がいっぱいいたからこそいろんなビジネスプランモデルができていろんな商売が発達してっていうのがあるんですけどもあのね僕自身がその学生をもう8年ぐらい 見てるわけなんですよ大学で。大学の先生のキャリアとしては決して長い方じゃないんですけども大阪芸大だけじゃなくてその前のお茶の水ビーチ専門学校とかですね立教大学とかその前のそもそもの,その東京大学から合計したら僕はもう20年ぐらいい教師みたいなことをやってるんですね。それを見てる限り大多数の学生というかですね人間っていうのは平凡で 凡庸でうまい話を利用できるほど頭が回らなないんですよ、正直な話。日本人の平均値って言ってもいいですし普通のの当たり前の人間は、みんなそうだと思ううんですね。でそういう人たちに就職というふうなことで一斉に競争させてで他人よりもちょっとでもいいところもしくは低い能力なりにまともなところに就職させようとしたらやっぱりブラック企業みたいなところに引っかかっていっちゃうんですね。で 大前提として僕はブラック企業否定派ではないんですね。というのは、その雇用条件がノーマルである限り、つまり辞める自由がある限り、それはどんな働き方をなんだろうな社員に求めようと、その社員がいつでも辞めれるんだから僕は自由だというふうに思ってます。その意味ではすごくドライに捉えているんですけども、コメントそれしか選択肢がない。わかんない。それしか選択肢がないですか。ふん。え、会社を辞めるという選択肢がなぜないんだろうな。 本当に違法企業もあるから。いやそれは本当に違法,違法企業っていうのがあるんじゃなくて会社に違法行為があるだけなんですよ。で違法行為は違法行為をしないかもしくは違法行為だと納得して自分で納得してするかどっちかですよね。で、えー、さっきのですね「ほとんどの人間は平凡で凡庸なんです」って話につながるんですけども効率がが悪い仕事が世の中は大部分なんですね。自分がこんだけ働いたのにこんだけしかお金がもらえないっていうのが まず仕事のスタンダードで当たり前なんですよ。一日に五時間とか十時間働いて時給が六百円とか六百五十円ぐらいの仕事がまず当たり前であって、それ以上のうまい話には絶対に裏があるかもしくはなんか運不運の天秤があって運が良ければいいんだけども運が悪かったら脱帽踏むぞっていうのが当たり前なんですよ。仕事っていうのはそれぐらい効率が悪いものであって。 もっと効率がいいものは何かっていうと親の手伝いするとかですねなんか親戚の家に行ってなんだろうな稲刈りの手伝いをするその辺だったら効率がよくなるんですけども本来働くっていうのは働いたらそれ相応の当たり前の見返りがもらえるもんではなくてかなり僕効率が悪いもんだと思うんですよね。正直な話世の中の仕事の99%というのはそんなもんでしかないと思うんですけどもそれをそうじゃないように見せかけている。 なんでしょうね、この世の中全体の嘘についつい乗っかっちゃうのも、まあ、わかるはわかるんですねそういうのは。そういうビジョンを作る人たちっていうのは、リクルートに勤めている人たちかもわかんないですけども、そういう人たちこそ人よりちょっと頭が良くて、イメージとかを作るのが上手い人だから、やっ騙されちゃうんでしょうね。自営業するとよくわかる。そうですね。ブラック企業ということに関して、多分僕がそのブラック企業なんですよって言ってる被害者の人に、どうしても、 同情的になっていうのは自分で会社をやってみたら社長こそがそのブラック企業の一番の,その被害者だっていうかですね本当に週に7日仕事のことを考えて1日24時間仕事してないと自分の会社なんてできないんですよね。でようやく仕事が成功してきたらいやいや人に仕事をもう体から引き剥がすように自分から仕事を奪って で、部下に任任任せせせて、て、て、やりたくもないパーティーに出たりして現場から離れていったらようやっと後ろの人間が育ちだすっていうのを見ているとですねなんかそういうふうにして大きくしていった会社にですね新入社員が入ってきてえブラック企業というふうに言ったらですよ、ね、俺だってそ,のそいつらの並べてどつきたくなると思うんですよね。 兄弟がワタミに行くとかブラック企業に行くって言ってたら反対することはそれは大反対するに決まってると次にブラック企業というものの存在したらどう思うかって言ったらそれは資本主義社会の中で法律の中でやってる限りやるのは自由だしそんなところに就職して行っちゃうのはそいつがもうそいつの能力だと運だからしょうがないと。 あととはももう一刻も早く辞めるとしかツイートできない。でも辞めようとしても辞めれないんですよっていうふうに言ってる時点でお前はそれは洗脳されてるってことだから辞めようと思っても辞めれないんですよっていうことがいかに自分が愚かなことを言ってるのかと将来分かる時があるよぐらいしか言いようがないんです、ね、いや辞表を受け付けないとこからい。や、辞表を受け付けなかったら会社に行かなきゃいいじゃないですか。 本よくあのそんなのねアニメの会社でもあるんですよそんな、えー、会社が辞めさせてくれませんとかですねフリーの人にやってたら大友さんのところで「迷宮物語」という作画やってて、えー、ガイナックスさんのアニメはできませんって言ったら「いや でも、もうそれ契約なんだからやめてうちに入ってくださいいや大友さんが辞めさせてくれないんですよ辞ませてくれないことある,あるわけないじゃないですかって言い合いはあるから辞めさせてくれないとか拒否できないとか辞表を受け付けてくれないなんていうのはどの業界でもあるんですよ大友克弘ですら辞表は出させないし俺もアニメ作った時は、ナディア作った時にアニメーターが辞めたいって言ったら辞めさせてやるかって思いますけどもでも本当に辞めちゃったらもうどうしようもないんですね。もう、別に闇の世界から殺し屋がが来るはずがないじゃない じゃない,ですかいちいち辞めるようなですねちんけな新入社員とかですね中堅の社員とかに何十万も払って殺し屋雇ってですね追いかけて殺せるはずがないんですよコスト割れにしましだからもしこの番組を見てですねいやでも俺はブラック企業で、えー、辞められないんだっていう人がいたらですねそれを他人事だと思ってですね本当に辞められないかもし辞めた場合の最悪の事態は何なのかっていうののベスト3を あの紙に書いてみてください。で、その最悪と自体のベスト3が本実現度がどれくらいなのかということと、辞めた後の自分にとってですね、やめる前の自分にとっては最悪かもしれませんよ。そのやめたらどうなのか、人間関係が破壊される、これまでの自分の努力がダメになるとかですね、あの周りの人間何をやるかわからない。でもそれらのことはやめて半年後にはかなりの確率でどうでもいいことになっていると思うんですね。なので、やめて半年後の視点でそのなんでやめられないのかっていうことを 書いてみて、もう一回それを検討してみてください。僕があのブラック企業に関して思うことはそんな感じでございます。あの SF についての質問とかですね、意見とかですね、これ違うよというのもどんどん書いてください。あの この岡田司夫ゼミっていうのは基本的にゼミが本編だとしたらですねそのディスカッションの場というのはコメント欄みたいなもんなんですねぜひともコメント欄を見てですね参加したりですね自分で質問を書いたりあと質問を見た人で答えられる人はですねちょっと答えてあげてくださいよろしくお願いします岡田司夫の YouTube を見てくれてありがとうございますぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いしますではではよろしく